ローレン・パウエル・ジョブズはアメリカ合衆国の実業家。社会的インパクト組織であるエマーソン・コレクティブの創設者権幹部であり、投資活動や事前活動を通じて教育改革、社会再分配、環境保全に関する政策を提唱している。彼女はまた恵まれない高校生を大学に進学させるカレッジトラックの理事会の共同創設者権社長でもある。 パウエル・ジョブズはパロアルトに3人の子供と共に住んでいる。アップルの共同設立者の一人である子、スティーブ・ジョブズの元配偶者として相続した550万もの株を保有したアップルの大株主で、ウォルト・ディズニー・カンパニーの株4%を持つ個人筆頭株主であることから、女性として世界で6番目に資産を持つ富豪として知られる。また、フォーブス氏の 最もパワフルな女性100人リストでは2019年に33位に選ばれているニュージャージー州のウエストミルフォードで生まれ育つ1985年にペンシルバニア大学で政治学と経済学の学士号を取得卒業後はメルル・リンチに勤めたほか3年間ゴールドマン・サックスで再建取引ストラテジストとして働いていた 経済学習士課程の一年生であった1989年10月、スタンフォード大学でスティーブ・ジョブズの講義を受ける。この時ジョブズが彼女の隣の席に座ったことがきっかけとなり、交際を始める。その後1991年3月に、ヨセミテ国立公園ナヤーニーホテルで挙式を挙げている。式を司ったのは、総統州の総領、音川博文である。 また同年には、スタンフォード大学経営大学院で、MBA を取得している。1991年11月に息子リード、1995年に娘エリーン、1998年に娘イブが生まれる。パウエルはまた、スティーブの娘リサブレナン・ジョブズの義母でもある。1991年、自然食品の小売業を営むテロベーラを共同設立し、 オーガニック製品の生産と北カルフォルニア州全土にある300以上の小売業者への運搬を行った。第二次が生まれた頃、教育分野へ注力するため同社を退社している。2004年にラルフワルド・エマーソンにちなんで名付けたエマーソンコレクティブを創設する。2010年12月よりホワイト・ハウスカウンシル・フォー・コミュニティ・ソリューションズメンバーとして バラク・オバマ大統領のアドバイザーを務める。2012年9月、スタンフォード大学の理事に選出され、2019年現在も継続している。2013年4月、NBC のロックスターでのインタビューにて、15年間教育の場に携わってきたこと、そして大学での自分の経験を踏まえ、教育とローレンが1997年に設立し、 運営する非営利団体カレッジトラックによる取り組みと大学教育を受けられるようにすることの意義について語っている。2013年7月、オンラインメディアのアジーがローレンによる投資を得、彼女が取締役に就任、さらに2014年10月にはローレンを筆頭とした投資家から2000万ドルの資金を得たことが報道された。2015年9月、 教育改革を支援するため、エックスキューザスーパースクールプロジェクトに5000万ドル寄付している。2015年11月、代表を務めるエマーソンコレクティブを通して、デジタル技術によって、個人個人への教育を改善する会社、アンプリファイをニュースコープより買収したことが判明した。2016年7月、馬術競技に取り組む19歳の娘イブのために、 フロリダ州ウェリントンの牧場を1530万ドルで購入した。2017年7月、エマーソンコレクティブを通し、アメリカのメディア企業ザ・アトランティックを買収した。2019年7月、レオナルド・ディカプリオが主催するレオナルド・ディカプリオ、ファンデーションと共に、地球気候変動対策を推進する、アース・アライアンスにエマーソンコレクティブとして参加した。 2011年10月5日、56歳でアップルの CEO である配偶者スティーブ・ジョブズが以前に治療した水筒細胞神経内分泌水癌の再発による合併症のために死去した。パウエル・ジョブズはスティーブン・ P ・ジョブズ・トラストを継承した。同信託は2013年5月の時点で約11億ドルの価値があるウォルト・ディズニー・カンパニーの7.3%の株式と アップル社の550万株を所有している。2017年にウォルトディズニーカンパニーの株式の半分は売却している。2020年現在、パウエル・ジョブズは、ホーブスの世界の億万長者の年次リストで59位にランクインしている。1997年、パウエル・ジョブズは、高校の卒業、大学への入学、環境的に恵まれない生徒の大学の卒業率を、 改善するために、カルラスワトソンと共に非営利団体カレッジトラックをイーストパロアルトに設立した。全国平均の第一世代大学生の4年生大学の卒業率が24%であるのに対し、第一世代大学生が多くを占めるカレッジトラックの高校卒業生は、その約90%が4年生大学に通っており、70%が6年間で大学を卒業している。 カレッジトラックは、イーストパロアルト、サクラメント、サンフランシスコ、オークランド、ワッツ、ボイルハイツ、ニューオーリンズ、オーロラ、デンバー、およびワシントン DC に施設を持っている。パウエルは5つの都市でセンターの開設を待っている。私たちは基準を高く維持したいと考えているが、フランチャイズや私たちのカリキュラムとトレーニングの普及によって成長することに、 消極的だ。と語っている。2004年、エマーソンコレクティブを設立する。エマーソンコレクティブは、パートナーシップ、助成金、投資を通じて、教育、移民の改革、社会正義、メディア・ジャーナリズムに取り組む、社会起業家や組織をサポートする組織である。2015年9月、高校教育への新しいアプローチを確立するために、5000万ドルのプロジェクト、 XQ t ス e s ー p e ー s ー h プロジェクトを立ち上げる。XQ は教育者、生徒、コミュニティリーダーが高校教育における新しい計画を創造し実施することを目的としており、この取り組みには学校のスケジュール、カリキュラム、テクノロジーの変革を行い、国の100年前の高校教育モデルを改善することが含まれている。XQ への資金提供は、 エマソンコレクティブから行われる。最初の5000万ドルの寄付に続いて、XQ は追加寄付を発表し、10校にそれぞれ1000万ドルを授与し、合計1億ドルの寄付を行った。対象校は全国の約700の候補校から選ばれた。パウエルのアドバイザーチームを率いるのは、ラスリン H アリである。二千十八年現在、パウエル・ジョブズはカレッジトラック、 コンサーベーションインターナショナル、スタンフォード大学の取締役を務めている。また、彼女は XQ の理事会の議長であり、外交問題評議会の議長の諮問委員会にも参加している。2012年、彼女はフォーブスによって世界で49番目にパワフルな女性としてランク入りし、2019年には33位にランクされた。ありがとうございます。